2年ぶりとなったフルアルバムでの活動を終え、現在海外ツアーの忙しいスケジュールをこなしているブラックピンク。数日ごとに立て続けにコンサートが開催されるため、メンバーたちの体調を心配する声も多くあるようです。そんな最近行われたブラックピンクツアーの現場で、ジスの衝撃的な健康状態が目撃されました。公開された写真には、ジスの首に正体不明の膨らみが見え、ファンたちからの心配が集まっている状況。しかもこのような症状は今回が初めてではないようなのです。ジスの体に一体何が起こっているのでしょうか。先月のソウルコンサートを皮切りに、現在アメリカで行われているブラックピンクのワールドツアー、なんと総観客数は150万人。9ヶ月にわたって開催されるものすごい規模のワールドツアーとなっています。歴代最大の規模に注目が集まる中、ジスの衝撃的な写真が公開されたことで、ファンたちからの心配が絶えないようです。これは最近のアメリカコンサートで撮影された写真なのですが、ジスの首に丸いコブのようなものができています。はじめは首の骨が見えているのかとも思いましたが、位置を考えてもここはリンパ腺のあたりです。何しろコブが大きく鮮明に見えるため、ファンたちは最近の忙しすぎるスケジュールのせいでリンパ腺が腫れてしまっているのではないかという推測を立てているようなのです。実際にジスはもちろん、ブラックピンクのメンバーたちは休む間もなくスケジュールをこなしています。1回だけでもかなりの体力を消耗するコンサートを、先月15日からアトランタまでの公演ですでに8回開催しています。特にアメリカのスケジュールは移動時間を考慮するとほぼ毎日ステージに立ったと言っても過言ではありません。確かに海外ツアーのスケジュールが忙しいのは他の歌手たちにも言えることですが、ジスはシャットダウンの活動からコンサート準備、ディオールアンバサダーとしてパリにも足を運んでおり、コンサートを除いたとしても絶え間なくスケジュールをこなしていました。このようなスケジュールにより疲労が蓄積されたことでリンパ腺が腫れてしまったのではないでしょうか。それでもすぐに元に戻る軽い症状であれば良いのですが、問題はこのような症状が初めてではないということです。2019年の海外コンサートでも同じように首にコブができて心配の声が集まっていました。次の年に韓国のテレビ番組へ出演した際にもです。ファンたちの証言によると疲労によって腫れたり引いたりを繰り返すようなのですが、何度も継続してこの症状が続いているため、軽い炎症ではなく腫瘍なのではないかという意見まで提起されています。韓国内のメディアはもちろん、海外メディアでもジスの体調に関して報道がされている状況です。それでも多くのファンたちはジスを信じようとしています。ジスは V ライブでもたった1回でゴールを決めるなど飛び抜けた運動神経の持ち主です。デビュー当初見せていた腹筋は今でも健在で、ピラティスやフライングヨガなどの運動も楽しんでいます。最近の写真でも、コンサートのために運動をたくさんしたみたいといったコメントが寄せられるほど、ムキムキの足の筋肉にも注目が集まっていました。このように一生懸命運動をした後にコンサートが始まったため、少しだけ休めばすぐに回復するだろうという意見が最も多いように見えます。海外ツアーはまだこれから8ヶ月も残っているため、ソロ活動まで含め立て続けにスケジュールを組むのではなく、適切なオフを挟みながらコンサートに集中できることを願います。それでもチッケムを通してコンサートを楽しんでいるジスの様子もたくさん公開されています。公演もいいですが、何よりも健康第一である点を忘れないでほしいです。